シスタークレアのラジオクレアラモード。皆さんこんばんは。このラジオのパーソナリティシスタークレアです。まず本日がお誕生日の皆さんおめでとうございます。いやー、ついね先ほど私の最近というか、まあ一時期見ていたんですけれども、あんまりねしっかり見ていなかったアイカツをね、アイカツのライブがちょうど今日やっていて見ていたんですけど、もう言葉にならない、言葉になりません。おかげさまで配信の準備やこのラジオもこんな時間に撮っているわけなんですね。いやー本当に輝く女の子、努力する女の子って素敵ですよね。私も本当に本当にこういう姿を見ると、あ努力しなきゃなって思わされます。そんな心を忘れずに今日も愛ラジオ始めていきたいと思います。今夜も夜空にアラモード。この番組はタヌさんの協力でお送りいたします。シスタークレアです。クラスターさんにて第2回の単独イベントが決定しました。皆さんのお悩みを直接聞いたり楽しいライブも。日時は11月22日金曜日21時から。チケットを購入して遊びに来てくださいね。スマートフォンからでも参加していただけますよ。それでは皆さんのお越しをお待ちしています。シスタークレアでした。シスタークレアのラジオクレアラモード。改めましてこんばんは、シスタークレアです。そう、今日はね、なんといってもアイカツの話をしようと思ったわけではないんですけど、ちょっと感情がアイカツになっているので少しお話ししてもよろしいでしょうか。今日ね、一番くじというアニメとコラボしているあのくじだったり、いろんなくじがこうリリースされているくじのね、アイカツも発売だったんですよ。で、私まあ、教会に行っておりましたので、朝から並ぶとかそういうことはできなくて、結局行ってみたら、あんまりね、残ってなかったんです。で、まあ、とりあえず、それでもと思って、くじを引いたんですね。そしたら、あかりちゃんのサイン入りアイドルボードと、あおいちゃんのサイン入りアイドルボードが当たりました。ちょっと嬉しかったなって思っています。本当にこう、私アイドルのそのアニメもそうだし、アイドルがすごく好きなんですね。それももちろん最初はこうステージの上とかテレビの中でキラキラしているそのアイドルの姿を見て素敵だなって思ったのが始まりだったと思うんですけど、いつしかこう頑張っているその練習とかダンスのレッスンとかそういう姿をこう見て、より好きになったというか、やっぱりこう輝いているステージやってなんだ、ステージの裏にはこう日々の努力とかがこう積み重なってこう作り上げてるんだなって思ったら、本当にまたさらにアイドルのことが好きになりました。だからね、私はあんまり男性のアイドルはこう追いかけたりとかってしたことはないんですけど、ずっと好きなのかな、ちょっとなんかでも怖いですよね。10年後とかもアイドル追いかけてたら怖くないですか？どうなんだろう、わからないですけど、まあいつまでもね、努力をしているアイドルの姿をこうどこかで自分の中にもこう
落とし込むって言ったら変なんですけど、見習っていけたらいいなと思っています。ちょっと熱く語ってしまいました。今日もお便りいただいております。読んでいきたいと思います。ヤンヌイさんからいただきました。こんばんは。毎日クレアラ楽しく聞かせていただいております。一日の締めと言っても過言ではないです。穏やかではないですね、はい、さて、最近寒くなってきましたね。私は暖房をつけたまま寝てしまうことが多々あり、11月だけで数回喉を痛めています。これから冬場に突入していき、寒さが増すと思いますが、体調には十分お気をつけてください。これからもクレアさんのますますのご活躍を期待しております。とのことです。大丈夫ですか？喉を痛めるって。結構でも乾燥とかもね、あるし、空調なのかな？空調のフルネームがちょっと今出てこなかったんですけど。気をつけて、マスクとかね、すると、こう、喉が潤ったり、あとは加湿器をかけると、いいと思いますので、喉大事にしてくださいね。のだめとかも舐めて。ねえ、本当に、夜は、ますます、こう、寒さが増してきましたが、皆さんはちゃんと靴下とか履いてますか？なんか、頭寒足熱って言いますから、足元はね、温めて、しっかり、防寒してくださいね。風邪ひいちゃったら大変だから。はい。じゃあ今日もね、2通紹介します。はやぴーさんからいただきました。ありがとうございます。クレアさんこんばんは。僕はクレアさんを知ってからが、知ってから、は、毎日が一段と楽しくなりました。その日にあった嫌なこと、失敗したことなどもクレアさんの声を聞くと浄化されて溶けてしまいます。過去笑い。そんなクレアさんが大好きです。いつまでも応援してます。これからも頑張ってください。とのことです。どうもありがとうございます。ねえ、なんか声をね、聞いて、今まではこう、毎日動画は、こう、姿を全部映してやってたんですけど、声だけでもね、皆さんにこう少しでも楽しんでもらえたり、こう一日頑張ったなっていう気持ちに、頑張ってよかったなみたいな、こう、じゃあそろそろ寝ようかなっていう気持ちになってもらえれば幸いです。まあ夜更かししていただいてもいいんですけど、こうリラックスしていただける時間をね、少しでも提供できていたらいいなぁなんて思っています。本当に嬉しいお便りたくさんありがとうございます。お便りの方もお待ちしております。以上、普通のお便りのコーナーでした。シスターの言う通り。このコーナーでは意味のない言葉をさも意味ありげに私が読みます。もしなるほどと思えばシスターの言う通り、理解ができなかったら、シスターどういうこと？とコメントしてください。今日は、吉巻さんからいただきました。エネルギー充填、120%。クレアアラモード、発射！以上、シスターの言う通りのコーナーでした。そろそろ、今日もお休みの時間が近づいてまいりました。このラジオではお便りを募集しています。概要欄のメールフォームから送りたいコーナー宛てに送ってください。なんだかちょっと顔が熱い。それでは、また夢で会いましょうね。おやすみなさい。今日も皆さん、あらどうもー。この番組は、タヌさんのご協力でお送りいたしました。